天有機駅は千葉県市原市天有機にある小港鉄道線の駅である。駅本屋は国の登録有形文化財に登録されている。1950年代後半に小港鉄道による本千葉駅延伸計画があり、この駅がその分岐点となる予定であった。この計画は千葉急行電鉄によって引き継がれ、京成千葉駅より、 延伸工事が始まり千原台駅まで開通した。しかし旅客利用数が伸び悩み、千葉急行は解散、京成電鉄千原線として営業が継続された。千原台駅東駅間の延伸計画は具体化していないが、2019年に工事施行認可の申請期限延長が申請されており、申請期限は2029年10月14日となっている。 相対式ホームに面2線を有する列車同士の行き違いが可能な地上駅。無人駅となっており、自動券売機が設置されている。駅舎とホームは少し離れており、駅舎側のホームへは、駅舎から階段、またはスロープで、駅舎側ではないホームへは、構内踏切で連絡している。駅舎の小位寄りには使用されていない側線がある。 2019年度の乗車人員は1日平均187人。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。千葉子供の国キッズダム駅周辺は、住宅と田畑が点在している。西広、国分時代には、住宅地が広がる。ありがとうございます。